こんばんは。狼やばかったですね。まあまあ、ネタバレは禁止ということで、ゆりほとあのコラボをしたいんですけど、ゆりほ、どうしようどうしよう、画面偏差値えぐたかゆりほとコラボきちー。待って、待ってね、ゆりほごめん、ちょっと待って、あのさ、私さ、言いなりするとスマホがバグるんだ。ちょっと待って、本当にみんなごめんなさい。一回だけ本当に切らせて、ちょっとマジすぐ入っ、あ、見せれないじゃんね、見せないじゃん。見せたいわ、これ。どうやったら見せれんの？え、コメント見れないの？見れないし、なんか、ライブ終了する、なんか、ボタンもなくて、終わった。待って、かわいい。あれ、ゆりほ、あれ、ちょっと待ってね、ゆりほ、待って、コメント見れないんですよ、私。え、マジでさ、みんなに見せていい？この画面。ストーリー投稿するわ。ちょっと、え、待って。本当にごめんわ。え、ごめんわって何も、日本語もおかしい。怖っ。何？え、怖っ。え、怖っ。え、ね、これさ、ちょっとさ、あの、本当にどうしたらいいの？コメント流れないんだよ。ライブもさ、終了しようと思ったら一回さ、なんか、ストック切らなきゃいけないみたいな。ストックっていうの、なんか、切らなきゃいけないんだよね。待って、ちょっと一回切ります。本当にごめんだわ。本当にごめんなさい。え、もう本当にごめん、もうマジでごめん、ちょっと一回切って、どうしたらいい？でゆりほまだ見てたらさ、ゆりほさインライン開けない。ちょっと待って、もうマジでコメント見れない。いや待って、マジでゆりほ、いやマジでどうしよう、これもうなんかあれがどうしよう、もうどうしたらいいの、ま、結構パニックっちゃったんだけどさ、これさ、ゆりほさ、これ私のインスタライブが切れてなくて、ゆりほがまだ見れてたら、ゆりほが開いてほしいかも、インスタライブ。めちゃめちゃごめんなんだけど、私めちゃめちゃバグる。え、これいけてるかどうかもわからないっていう、この私のライブが届いてるかどうかもわからないっていう。あ、届いてるっぽい。マネージャーさんから連絡が来た。ね、マネさんどういう感じですかこれ今。ちょっと LINE 送ってほしい。え、マジでごめんなさいね、皆さん、もう本当に申し訳ない。え、待って、私割と新機種に近いんだけど、この私の使ってる iPhone おかしいぞ、なんでなん。ちょっと待って、これいけてる、ちょっと一回切ります、ごめんなさい。ちょっと多分すぐどっちかゆりほか私がインスタライブすると思うので、そっち。あ、ゆりじゃん、リクエスト送ってる。え、ちょっと待って、待って、バグりそう、やだ。待って、嫌だ、本当に嫌。戻って、ねえ、これダメだ、ゆりほ。私の画面一回さ、ストーリー載せよっか。なんかもう本当にさ、やばい、これガチで、なんかさ、すんごいなんか今もうイライラマックスになってきてるんだけど、私どうしたらいい？もう、え、マジでもう、あ、ねえ、やばい、バグっちゃった。また。ごめんね、みんな。やばい、もう、なんかさ、ちょっとさ、顔死んでるしさ、ちょっとさ、こう隠しておいてさ、ね、え、もう、ね、ちょっとね、マネージャーさん見てます？この、今のさ、段階をちょっと教えていただきたいんですけど、ね、ゆりほ、これもう連絡取りてる。どうしたらいい？ですよね、参加できないですよね。え、待って、これどうしよう。これまたライブ切れてない状態だよね、きっと。ね。だってみんなのコメント見てない状態で、私が一人でわーわー喋っても、クソつまんなくない？待って、どうしよう、どうしたらいいんだ。iPhone13 に変えるべき？これは。え？ちょっと待って。
マネージャーさんからの LINE も来ない。私泣きたい。もう泣いた。泣きたい。ちょっと待って。一回ちょっともう一回すぐ。なんかさ、どうせなっちんやほう。リクエスト送ってなんてもう怖い、本当に怖いの。なんかさ、これでさ、またさ、なんかさ、どっちかがいいときどっちかめっちゃダメじゃん。あ、わかった。あ、お願い。ちょっとこれつけとくわ。本当に何言ってんの。え、それ狼の。あ、狼じゃない。あ、狼のつけよう。狼の。私保存してないし。何してんねん。忘れてた。これにしよう。え、なんか一緒のないかな。一緒の持ってないかな。何持ってる。エフェクト。本当にわけわかんないのしか持ってないから。ちょっと一回諦める。え、私ちょっとユリホと並びたくないからこれつけさせて。本当に何言ってんの。本当あんた可愛いからマジで無理。全然だよ。マジで無理、マジで無理。もう無加工とか生きていけない。いやいや、ユナ本当にでもなんかもうハードスケジュールの中でこんなユナとライブさせてもらえて嬉しい。かわいい。もう会いたい。え、マジで会いたい。本当にやばい。みんなに会いたくなるのすぐ。え、わかる。待って、こんな感じだったんだと思いながら。それのなんかさ、うちらで知らないところをさ見るじゃん、ウェアで。あ、そうそう、こんな感じだったんですねみたいな。なわけない。めっちゃ私らのことそう思ってるよ。え、みんなこんな反応してたと思いながら。やさやさやさやあれみたいな、なんか思っちゃう。で、いや今ようやくできて本当によかった。マネージャーさんとどうしようって言いながら。ユナもさ、え、待って、どうしますどうしますみたいな感じになってたからさ、もう本当に、うん、ごめんなさいね、見てる方。本当に本当に仲良すぎじゃないって。だからうちはもうみんな仲良しなんですよ、本当に。いや、あ、やばいよね、仲良すぎて。うん、なんか男子も男子仲良いし、女子も女子で仲良いし、みんなもみんなで仲いいよね。そう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 、なんかもう本当にね、男女含めね、全員仲いいんですよね。やばいんですよ。ね、やばい。あの、みんな、みんなっていうか、サスケとか、セイナとか、ユウキがいる。うそ。本当。あ、やっほー、おつー。お疲れ、みんな。やばい、放送見るたび、本当にドキドキしてる。それな、なんかさ、いや。知ってるもん。うちらメンバーみんな仲良しだもんね。神メンツだっているよ。いや、みんなハッホー。あ、ネタバレ詳しい。あ、そうだ、ネタバレ禁止なんだもんね。あ、いけたいけたいけた。うん、そうなんですよ。あ、マイラじゃん。待って、マイラいるよ。マイラいる。これさ、うん、あ、仲良し詳しい。やっほー、700分の1読んでくれますように。あ、レオもいるじゃん。5007分の1。え、レオ、やっほーやっほー、みんな。いや、これなんかさ、どうしようね、ユニフォーム。かわいいね。いや、かわいいとかじゃなくてさ、こう、あ、やばい、ちょっとどうしようすごい、これさ、なんかあの画面いじると落とし、あの落ちそうで。間違えねえ。だってさ、私もさ、なんかもう どっか押したらさ、なんかあのまたコメント消えちゃいそうで。あの、そうなの、私もさ落ちそうで、本当に。そうなのよ、本当にそうなのよ。怖くて。どうしよう。あ、本当じゃん、もうみんな大集合じゃん。イエーイ。みんないる。ユナとマユかな。いないの。そっかそっかそっか、ちょっと本当だ。あかんない、ショーンとかもおらんかもしれない。ショーンもいないね。
寝てるかもね、ショーンは。寝てるかもしんない。寝てない、ショーン。いやーね、ユリオマジかわいい。あんた今日もビジ爆発してるね。ほんとかわいい。だってもういつも通りかわいいよ。ほっぺももちもちで。って言うんですよ。え、皆さんちょっと聞いてください。私一つタレコミがありまして、なんかあのまあユリホに限らず、まあ、メンバー私、まあ、最年少っていうこともあって、バブ扱いされるのはまあ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 100許して、まあまあわかるんですよ。バブ扱い、え、違う、まあ、でもユリホが一番してくる、これに関してはガチで。そうだ、え、本当に本当に、なんかユナがいる、なんかユナとユリホがこう隣にいたら、マムちゃんみたいな感じね。可愛いな。違う。ちょっともう。違う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 。そこまではまあ可愛がってくれてんだな、お姉ちゃんありがとうってなるじゃん。ねなるでしょ。そしてね、みんなユリホもバブ扱いされたらしいですよ。ね待って。やばいやばい。恥ずかしいじゃん。だからみんなあのユリホのコメント欄、ユリユリパユリタン可愛いね今日もっていうコメントで埋めましょう。違う、なんかあの違うんだよ、あの私も甘えて生きていきたいなと思って甘やかされたいなと思ってで私いっぱいユリホのことを甘やかすよ。あーユリホタンおはよう今日も可愛い、ね、本当に赤ちゃんだと思って。もうだってユナ顔のサイズもこんなだしさ、生まれたての赤ちゃんみたいなの、本当に肌もすべすべで何言ってるの、あなた、あなた、ちょっと待って、あなたに一番言われたくない、あなたのお肌ね、もう卵なんかもうすべすべ、本当に可愛いもん、可愛いし、お肌綺麗だし、可愛いし、可愛いと美しいを兼ね備えてるっていうのはもはやもうこういうものなんだってユリホを見てを私は思いました。ありがとういいや、なんかさ、ショーンもいる気がしたんだけど、ショーン今来た、ネタの方ショーン、ヤッホーヤッホー、ショーンちゃん、ショーンちゃんそう、みんな投票もしてるのかな、いや、みんな投票しないでよ、誰にも投票しないで、いや本当に今誰にも投票しないで、みんな落ちたくないから、本当に誰も落ちてほしくないから、やなーね、すごいじゃん私の髪の毛今日爆発してるんだけど、え、今後ろで一つに結んでるの、え、ここでお団子に一つにしてるの、あ、かわいいねえ、違う、これを外したら爆発してしまうんで、せめてちょっと止めておきたいということで、かわいいかわいい、ジェラピケ、あ、そうですね、今日はまああのまあ美女がユリホ様には勝てないならちょっとパジャマだけでも女の子らしく頑張ろうかなって思ってなあ、どう思うユナのこのかわいさを持ってさ、私のことばっかこうやってかわいいっていうのいやマジでユリホガチかわいい、あんたやばい、あんたのねあのメガネの投稿ガチかわいい、あ、ほんとガチかわかった、もうびっくりしたもん、映画館デートって言ったらメガネ想像するの私だけ、あーでもあーうん、わかるかも、なんかママになんか何か、うん、あの形から入るタイプだからってなんでメガネなのって聞かれてえ、そういえばなんか映画館デートって言ったらメガネかなと思ったんだけど、一般常識ではないなと思っていやでもね、わかるかも、でも私も何かしら形から入るタイプ、あ、ほんと、え、でもわかるよ、そう、見た目もさ、なんか可愛くするじゃん、髪とか、うんうんそこがかわいい、形から入りたいか、形から入りたいタイプ、なんか私さ、なんだけどコメント見れないや、え次あなたなんか一個も見えてないことにそういえば気づいた、え、これじゃあユリホだったらさ抜けてまた入ってこれるんじゃない、あー確かに、でもちょっともう怖いよね、何もできない、確かに、え、でも絶対暇やんね、え、じゃあ私が読んでくわ、あのメンバーあのセイナ
とかめっちゃコメントくれてるんだけど、まず上の子って何歳ですかって、はい、上の子って私ですか。私まだピチピチの17ちゃんあります。可愛いでしょ。男子メンバー全員いるの俺らさすがっす。あ、全員いるの、全員いる、うん、1,2,3,4,5 ほんとだ。っていうか、そっか、まゆちゃんがいないんだ。ほんとだ。まゆ。なや。まゆ。北川まゆ。ゆなやとかあんまり携帯見てなさそう。インスタとか見てなさそう。いや、見てなさそう。あ、そうなんです。皆さんご丁寧に。おいねえ、ゆりほ？なんて言った？ねえ、あのさ、せいらどう思う？なんかまじさ、最近さ、まじめっちゃなんかさ、なんか、うち、もう、歯みたいな。めっちゃバカにしてくんだけど。ほんとに愛され妹キャラ、愛され妹キャラ、嬉しくないで。ちょっと私これほんとにあのこんなにコミュ力高い人見たことない。誰誰誰誰、ゆなゆな。あ、ゆな、うん、ゆながコミュ力高くないよ。いや一番最初控室でさ、なんかもうどうしようと思って緊張してるのにさ、もう一番年下なのにさ、なんか、まあ、ヤッホーみんなーみたいな感じで、え、みんなーみたいな、みんな年上、え、みんなお姉ちゃんだーみたいなってさ、え、だって、それはなんか、でもなんか、初日はちょっと頑張ってたかもしれないなって思った。まあ、素足だけど、なんか、なるほどね。これ、そう、これから、まあ、結構長い期間みんなでやっていかなきゃいけないっていう、やっていくじゃん。だから、頑張らなきゃ、頑張んなきゃいけないなと思って。かわいい。待って待って、ねえ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 、ゆなやいる。あって、かわいい。あなたたちのために携帯見てるなんて、ゆなーゆなは絶対見ないかと思った。ゆな、ゆな、ゆなもう、あんたもう、かわいい。れていいね、メッセージ送れてっていうか喋れていいね、みんなと喋れて。それな、本当にそれな。え、もうみんないるじゃんね。マユマユ、そしてもいるやん。マユちゃん。みんな可愛い。ちょっとみんなにウェーブ送っとこう。喜びすぎ。やん、あなた大好き。可愛い。深夜迷惑で死ぬ。あ、ごめんね。ちょっと近くの。人に謝っとくわ、ごめんね。お兄ちゃん、あ、お兄ちゃんはいつもうるさいから大丈夫だよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。え、みんないるじゃん、本当に、ね、みんな神面だよ。まゆちゃんがいなくない？あ、そうじゃん、まゆ、まゆ、まゆ、何してんのまゆ。みんなこれあれ、画面録画してマユのことタグ付けしてストーリー載せよ。マユー、え、じゃあみんな行きます。じゃあ画面録画してください。行きます。でもお仕事してるのかな、なんかあれかもね。マユ、お前は何をしてるんだ。どうしても お風呂かトイレだろ。早く来なさい。このインスタライブに来ないとね、みんな集合しないんだよ。 あとあんただけだよ。何してんの、わかんない、あんただけかわかんないけど。あ、ユリホ、ユリホ固まってる、ユリホが固まってるぞ。ユリホ固まってる、ユリホが固まってるよ。やだ。え、これ私の声届いてる、みんなに。あなたたちのために携帯みたいな。ウェーブ欲しい。え、私さ、もう送れないんだけど、ウェーブ。なんかさ、来た時にしかウェーブって送れなくない？あー！ユリホン！ユリホン！私のユリホン、どこ？ユリホン？消えた、また輪っかになって消えてた。ユリホン、みんないるから俺も見てる。ちんちゃんネームイームニだ、はい、みんなありがとね、ずっと見てくれてん、嬉しいよね。ちょっとね、ユリホこれどうしたらいいの、私な、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 ね、これどうしたらいいの、な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 、待って、待つけどさ、これどうしたらいい？ミュージカル並みの声で出てくさ。いいでしょ？ミュージカルできるってこと？でも今ビブラッツできないから無理かもしれない。みんなねえ、みんなまだ見てくれてるの？かわいいな、みんなかわいいよ。あの、サワーもかわいかった、みんな。あ、でもネタバレはまだダメだ。また写真投稿しますね。はっ、
ホサキング久しぶりじゃん。最後まで見るよって。待ってごめん、リクエスト送ってみたけど見える？ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。怖い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 。ねえ、これちょっと待って、先に取材しておきますね。これマジでさ、本当に、え、これどうしようどうしようどうしよう。ねえ待って、ゆりょ待って、あのさ、これさ、落ちたらどうする？これ私バグったらどうする？え、これ、うわー怖え、これマジで怖え、あー怖え、あー怖え。ちょっと頑張るわ。うん、神の子お願いします。本当にさっき行けたから。あ、違うの、さっきここをしてこう行けたらいけたんです。待って、私からリクエスト送るわ、ちょっと待ってね。え、これでこう行ったらさっき行けたんです。コメントもそのままだったはず。ごめんが、あーユニホーだけで申し訳ない。エアーハグ、エアーハグ、ユリのエアーハグ。ごめんね、ごめん。よかった、よかった。よかった、おかえり、おかえり。はい、ごめん、ごめん。もうどうしようと思ったよ。二人の回線、じゃあ、二人の回線じゃない。ユリホの回線前に。回線か。あんたで、どうしよう、ほんとにもう。な。びっくりした。急にだって、またなんかさ、ボン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 ってなって勝手に消えてくからさ、なんか急にちょっとあのもうやっぱわけわかんないね。あ、でもしかもコメントも見えるようになった。あ、よかった、それはそれはそれはよかった、よかったよかった。あ、え、なんかさ、何時までする、とりあえず。でもさ、あれだよね、ギュナもほんとそろそろ寝ないと。あ、私はね、あの全然大丈夫よ。もうユナ本当にハードスケジュールすぎるから。大丈夫、私寝る3分前まで元気な人だから全然大丈夫、安心してタイプだよね、きっと。なんかだっていつも超テンションマックスでいつ寝るんだろうと思ったらなんか2秒後ぐらいに寝てるもん。あ、いける。やめてやめて、バラさないで、バラさないで。かわいいよ。ユリホちゃんノーマル強すぎ、無理。それだ、だから私タコをつけさせて、マジでユリホとノーマル並ぶとかマジで無理。あ、マジで持ってくればよかった、忘れちゃったよ。え、オオカミのオンエア見るのマジで結構勇気いるもん。うわ、え、結構勇気、かわいい。毎回見るかちょっと迷いながら見る。いやマジでそれだ、みんなさノーマル強すぎてマジなく、何でそんなに強すぎて。かわいい、ほんとにめっちゃかわいいよ。やめた、ここからもかわいい、かわいいから。マジで本当に嫌、マジでもう私一生ユリホとコラボライブするとき絶対にカコをつけるからね、絶対つける。あ、でもさ、なんかオオカミじゃないのつけてる人、どつけてるのどうかな。ちょっと待っ、ちょっと待ちな、あんたカコをつけないで。カコをつけたらなんか可愛いけど、あのノーマルの方が可愛い。あなた、やばい、もうさ、やりかけた。あ、大丈夫。何それ、もうやばいやばい、もうほんとにもう怖い怖い。せいなくんしばかれるよって、 何言ってたあの人。バブはだいたい 2,3 秒。あ、やばいやばい、イライラが、イライラがやばい、イライラがやばい。寝る3分前まで元気だもんさ。だろ、尊敬して、リスペクトして。え、なんかするえ、なんかあのなんかマネージャーさんがさ、あの、うん、スペシャルタイムとかしたらって言ってくれたんだけど、あ、しようしようしよう、あ、危ない、やだね、危ない、携帯落ちるところだった。え、ちょっとどうしよう、どうしよう、何やったらいい、やっぱお金いいな。これ恥ずかしいね。ビューストラみたい。いい感じ、いい感じ、いい感じ。止まるのうますぎて静止画かと思っちゃった。ゆな、やった、さすがさすが。確かに静止画に見えるの。よいしょよいしょ。なんかさ、そういろんなことさ、くさん喋りたいのにさ、まだね、うん、ね、ほらネタバレも禁止だしさ。そうなんですよ、難しいよね、なかなか難しい。うん、どこまで話していいんだろうね。アトリエ楽しい。
アトリエ楽しみ。あ、リーダーですからね、ユリホ選手。あ、一応ね。いや、ユリホ選手の、まあ、見事な、もう回し方の上手さで、アトリエはもう成り立ってるんじゃないかなって、私は正直思っております。ショーは正直わかんない。まあ、ショー、なんか本当に料理の呪縛霊かってぐらいずっと言ったところ。ショーは料理は天才ですね、本当に。ショーいなかったら私たちフードトラックとか絶対できなかった。いやマジで本当だよね。ねえ、私の声量ってそんなにやばい？なんか私の声量でアプリ落ちたって言ってる人いるんだけど。え、死ぬ。ガチか。変えられなくなったのかな。じゃあ私のライブが落ちてるのもきっとそれのせいだ。やめて。え、分かった。じゃあちょっと離れるからこの辺コメント読めないけど、この辺だったらちょうどいい感じ。なんかでももうちょっと近い方がやっぱ可愛いお顔が見えていいな。じゃあこの辺にしとく。コメント見える範囲で。これさ、でもコメント読んでる間にどんどん近寄っていっちゃうよね、自分が。あ、そう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 、本当にそう、近づいていっちゃう、自然と。忘れちゃう。声量でアプリ落ちるとかマジで死ぬんだけど、マジで本当に。早く。やばいやばい。二人とも元気。いやいや、ユリホもマジで元気。元気？眠い？いや、めっちゃ元気だよ。元気。え、でも元気そう。なんか顔がまだ生き生きしてるもん。うん。っていうか、実は放送前にちょっと寝てた。あはは、待て待て、私も。だよね。マジで、もうマジで、ほんと、限界すぎて寝ちゃうよね。寝ちゃうよね。やばい、放送だと思って。寝ちゃって、あ、やばいわ、放送だと思って見に行くっていう。それな、全く同じ。うん、だから結構今元気回復したの。へえ、わかる。だから寝起きでその可愛さとかふざけてるのね。いや、寝起きだったって、放送見たから。え、可愛い。ね、もう待って、やばい、しんどい、マジしんどい。え、自分の声部屋に響いてて、マジしんどい。いや、マジ可愛い、本当に可愛い、やばい。いやいや、本当にかわいいな、あんたはもう。だってもう歩くプリクラ、ガチかわいい。かわいい。え、無理無理。え、マジ並びたくねー。一番並びたくない。本当に放送見ながら、もうユナの、何も、かわいらしさを、もう学んでるよ、私ずっと。なるほど。かわいいのかと思いながら。やめなやめな、私のあれになったら本当にやめた方がいい。私マジで悪いから本当に。でも、いや、私の友達もみんな言ってる、もうユナ本当にユナちゃん本当にかわいすぎるみたいな。もうどうしてあんな素直な女の子になれるのみたいな。無理無理、私素直になれないよ、全然素直じゃないよ。なんかたまにツンデレが入ってもかわいいじゃん。ちょっと何のことかわかんねえ。ちょっとわかんない、何言ってるか。あっちに見てるんだけどな。ちょっと何言ってんの。語尾に貼ね、マジでレオマジで嫌だ。もうレオ蹴ろうかな、もう。で、これレオをさ、このライブからさ、排出させることできないの、退出させること。マジでレオムカつくわ、あの金髪、本当に。何なの？レオ。マジでレオ嫌。本当に嫌。早く寝てください。ユナもほんとそろそろ寝る時間だよ。私はまだ起きてるの。いや、そう、30分ってつもりでさやってたのにさ、もう機械トラブルのごったごたで何時から始めたかももう分かんなくなっちゃったよね。ほんとだよね。でもう15分くらいにつながったんだよ、確かユリホちんと。あ、ほんと？じゃあもうちょっとできるね。起きてられるかな。落ちてられるよ。やばくない？だってさ、そんな、こんな元気なのにさ、いきなりさ、こうやってインスタライブで寝始めたらさ、勝ちあうよね。いやいや。ゆりほ言われてるよ。ゆりほのこぎり下手。あ、そう。いや、私全部うまい。え、でもね、確かに言うの結構上手。え、うまい？え、ペンキとかさ、マジうまい。え、ペンキにも技術必要ないから。あれ、あ、技術ないからね。あ、マジか。レオが作ってるやつが難しすぎて。いや、ほんとね、それな。
あれね、普通になんかあのノコギリで切るやつじゃないと思う。ほんと糸のことかで切るようなやつだから難しい。それな、あれ絶対そうだよ。え、ま、本当にあれをマジでの、マジでむずいよね。上手にできないもん、本当に。なんかだけどコメント止まってるわ、私のやつ。うそ。ほんと、だから多分あれだね、あのなんて言うんだっけ、なんて言うんだっけ、あのライブコラボしたらダメになっちゃうんだね。マジか。じゃあ、え、まだ見れないコメント読めない？だから面白いのあったら読み上げて。あ、オッケーオッケー。なんか今は両ユナ不仲説みたいな、ユナちゃんレオ君嫌いなのみたいなって言われてやべやべ、不仲バレる、レオとの不仲バレる、やべめっちゃ楽しそうだった2人バレるバレる、やめてよ、レオ、本当に。それ以上言わないで。ビジネス、ビジネス。ビジネスはなんか。てやまくん。ちゃいますよ。みんな仲良し、みんな。マジ仲良し。だから一番かけ離れてる二人だけど。俺、ノコギリもドリルも職人ですって、勇気。勇気。確かに勇気も上手。上手だよね。ね、上達。あの早い、勇気マジで早い、上達。ユリホも気づいたら眠いって言ってるよね。あ、うん、っていうかなんかお昼ご飯食べると眠くなってきちゃうんだよね。あと作業集中しすぎて、あの何途中からあ眠いって気づくと、あ私今眠いと思いながらやる。一番バブじゃんね、それ。いつやそうだよ。やっぱりバブさんなんですね。ユリホちゃんバブちゃんなんですね。ユナほどじゃないけどね。ね、私を越してるよ、それは。いや、ユナ本当にバブだもん。私違います。え、俺ロケ弁職人ってどういうこと？ね、ション、俺ロケ弁職人ってどういうこと？ションって初日本当にびっくりするぐらいの勢いでロケ弁を口に書き込んでて本当にびっくりした。ね、違う。ね、ユリを聞いてほしい。ショーンのさ、あのさ、なんて言ったらいいの、なんかさ、ちょっと休憩時間みたいなのあるじゃん、あのアトリエの、うん、休憩時間、そう、みんなも聞いてほしいんだけど、ショーンが、え、ほんとになんか最近聞くくらいやばい。何が何が何が、え、なんか壁何何何壁壁壁あるじゃん、こうやって壁あるじゃん、壁あったらなんか壁にボーンって飛び跳ねて、なんかみんな何やってたのあれ。唐突なね、アクティブさをアピール。え、わんなショーン、マジであの人アホ超えてるから、本当にでも人間じゃない、本当にやばっ、ね、確かにアホの子だから。やばい、もう人間じゃないわ、あの人。あ、ユナ、ユナ、まだいたの、起きてるの、かわいいね。いや、もう、寝て、ほんとに。そうだよね、みんなおねんでした。ヘディング。あっ、ショーン、マジやばい、あいつはやばい。なんか、壁にこうやってさ、激突、いきなりさ、うーんってやつやった。なんか、あとなんか、謎に、あの、調理場の頑張ってなんかバランス取ってこける動画持ってる、ショーンが。え、で私もなんか勝手にさ、ドリル打ってる動画撮られてて、でそのドリルもなんかショーンのなんかその 手のここしか映ってないのね、なんか。え、その動画いりますかみたいな、なんかマジで消そうか迷ってる、邪魔すぎていらない、消そうか、そうだ、消そうかな、あいつ何してんの、本当にマジでキモいわ、本当にいいキャラしてるわ、エピソードで、いや面白い、本当にガチでみんなやばくないの、なんか今回のメンバー、うん、まあ、でもショーンがとっぴしてやっぱり間違いない、ガチ、もう本当にショーンはもう一回ちょっと本当に寝てほしいかもしれない、ちょっとたまに収録中、うん、
それくらいやばいよ、ほんとに。やばいやばい。みんなさ、わざわざずっと見てるの、かわいいね。思った。微笑ましい。これコメント見てるだけで笑顔になっちゃう、私。みんなかわいい。私、コメント見れない。あ、まだ見れない？え、見れない。見れなくなっちゃったな。ちょっと待ってよ。な、どうするかな。ね、もうせーな。違うでしょ。ゆなゆりほに。なんか質問ちょうだい、その歌舞伎揚げの話とかどこもやんいいから一回ちょっと、いやもう本当にみんな面白い。でもさ、男子もみんなさ、なんか得意分野がちゃんとあるよね。ショーンは料理やって、うん、結構みんなあと大工うまく大工確かにね、なんかそれぞれでちゃんとさ、それぞれの場所でさ活かしてってるよね。意外と不器用な人本当にいないと思う。いないかもしれない。え、はい、だから、はい、だから吉、私マジで不器用なんだよ。あ、でも私もだから分かる。ちょっと女子の方が不器用まであるかも。え、いや、ゆりほ、あんたは、あのね、不器用じゃない。え、あの、本物の不器用舐めちゃいかん。いや、本当に？え、私マジ何もできない。え、なんかさ、ゆなやがさ、まあ、女子の中だって結構やばいやん。いや、前、やばいよ。え、あの、器用、いや、違う。え、前、ま、よ。そう、器用さが、そう、器用さがやばい。あ、もう絵とかも超上手だしね。え、そう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 。え、だからもうマジやばい。もう本当にみんななんかさ、才能がありすぎててさ。いや、もう本当にゆなやに関してはもう驚いちゃった。すごいよね。みんなすごいわ。すごい本当に。でも私たち結構作業気合うよね。うん。なんかこうしよう、ああしようみたいな話は一番ここが合うかもしれない。あ、やり方が。ね、そう、こうしたいねみたいな話は一番合うかも。あ、でもそろそろお時間だよ、ゆなちゃん。あら、ね、お時間。もうそんなお時間？うん、すごい機材トラブルで、機材トラブルとかちょっと大げさに使っちゃった。あ、大丈夫大丈夫、合ってる合ってる。機材トラブルでちょっとあのね、あの長々と長々と最初おっしゃって申し訳なかったです。皆さんごめんなさい。じゃあこれからも番組楽しく見てください。あとは守ってってかわいい。やばい、言えなかった。分かった。いや、あっていいよいいよ、かわいいからもう。いいの、なんでもいいよ。じゃあゆな最後どうぞ。最後見てください。まだ見てない方さんは見てねください。ありがとうございました。じゃあね、ゆりほちゃん、おやすみ、はい、ありがとう本当に。バイバイ。おやすみ。え、これだってさ、あれなの、あ、やだ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 、ちょっとやだやだやめて、ちょっと狼見てくださいね。バイバーイ。おやすみおやすみ。おやすみおやすみ。やだやだ、一人や。じゃねー。あ、メンバーみんな、バイバイ、おやすみ。お疲れ、バイバーイ。みんなおやすみ。視聴者のみんなもバイバーイ、おやすみ。